ザラティーナセンセーションメルセデス・マルチネスは、アメリカ合衆国のプロレスラー。コネチカット州ウォーターバリー出身。WWENXT 所属。2000年10月、ジェイソン・ライトの下でトレーニングを積む。11月12日、男子レスラーのジュースを相手にデビューし、勝利を飾る。その後ニューイングランドチャンピオンシップレスリング女子部、旗揚げに、坂井スミエラと共に参加。 2006年11月、島初参戦。2006年からは、ローにも参戦。2009年5月20日、島初参戦の浜田文子と対戦するが敗れる。2011年、全米15冠を引っ下げて、スターダムに初来日。7月24日の後楽園、ホール大会で、初代ワールドオブスターダム王座をかけたトーナメントに参戦、するが、1回戦で、 高橋七重の前に敗退。同年肌上げされた同団体が初めて招聘した外国人選手であった。帰国後、女子団体のウーをはじめ、カナダイの CW などにも参戦。2016年5月、レーナに来日。2017年7月、第1回 WWE 名、ヤングクラシックに出場。3連勝し、準決勝に進出するもシェイナ・ベイズラーに敗れた。 2018年8月、第2回 WWE 名、ヤングクラシックに出場。2回戦で、里村名子に敗れた。2019年8月31日、A の PPV、オールアウトに参戦。2020年1月、WWE と契約して、パフォーマンスセンター入りしたことが発表された。ブルーラン、ありがとうございます。